北陸朝日放送は、戦争の記憶を若い世代につなぐことを目的としたオンラインの授業を開き、穴水町の2つの小学校が参加しました。つなぐ記憶と題したオンラインの授業は、日本民間放送連盟の助成事業として北陸朝日放送が開き、穴水小学校と紅葉小学校の児童が参加しました。授業では北陸朝日放送がおととし放送した特集の VTR を視聴し、穴水湾沿いに建設が進められた水中特攻基地について学びました。また現地を調査した郷土史研究家の佐藤君夫さんも参加し、戦争に関係した遺跡を知ることは戦争や平和を勉強する上で大切な材料になる、戦争に対する想像力を持つことが戦争を直接体験していない私たちにできることですと話しました。私がこれからどういう方向です。魚雷のなんか倉庫みたいながあるっていうのを改めて知りました。そういう資料っていうかヒントが残されていることによってこれからもつないでいけるし、自分たちも分かっていられるからいいと思います。